学校法人大麻学園四国医療専門学校は、昭和31年にあんまマッサージ指圧師、針師、灸師の養成施設として創立され、今では西洋医学の分野での医療人育成も担う7学科からなる総合医療専門学校です。全校生651人を対象に、アルバイトの制限によって生活費に困る学生の経済面の支援や、遠隔授業導入による学生の負担の軽減を目的に、一律3万円の学生生活支援金を給付することを決めました。ほとんどの方はスマホを持ってられるということからですね、そのスマホを持ってられる方は、なんとか遠隔授業にそれを用いてやることができるということになりますと、情報環境で救われる方はたくさんいるとしても、今度は緊急事態宣言で休業要請という形で、学生さんがアルバイトしたりなんかする、その働く場が奪われるということになると、学資を稼ぐっていう場がなくなっちゃって、その人たちが大変困ったことになるだろうということもあってですね、我々のところで与えたその支援金は、場合によって情報環境整備に使っていただくのもいいし、あるいは生活支援という形で、ご自分が学業を続けるための、そういう大変困難な環境の中でそれを利用していただくということをしていただいてもいいかなということを、でこういう形を取らせていただいたということであります。5月7日ですかからは、我々のところは今度は臨時休業をやめて授業再開という形をしましたから、そこでは学生さんが戻ってきていろんなことをやるような形にはなるんですけども、それでもこういう事態を考えると、事業は再開してもいつこういうコロナの脅威が起こるかわからないとなれば、そうするとどうしても遠隔事業とかそういうことも視野に入れながらということが、でそういうあたりで彼ら彼女たちは、情報環境の整備とともに生活環境でも何か利用していただけるという形で、大変嬉しいなという声は聞いております。その勉強とかでもわからないところがいっぱいあるんで、そのための準備に使えるなと思ったらすごい嬉しいなって思います。経済面で何か大変なことってありますか？そのコロナがあるんで、交通費とかも定期買おうと思ってもいつまでの買ったらいいやろうとか、そのインターネットの接続を整えたくても、そのお金もかかるなっていうんで、すごい困ってます。ではこのお金をですね、どのようにこう活用していきますか？これからそのメディアとか通信使った授業が始まるって聞いてるんで、それの周りの環境を整えるふうに使えれたらいいなって思ってます。普段アルバイトなんかしてますか？はい、してます。どのようなアルバイトなんですか？飲食ですね。じゃあアルバイトでどのような影響が出てるでしょうか？アルバイトでは、その自分が何日間か出勤する日が限られたりとか、その自分稼ぎたい金額を稼げないとかっていう影響が出てます。実際にこう経済面でも大変なところがあるところですか？はい、あります。そのような中で学校側からこう給付金というのがあるということですか？いかがですか？給付金があることで、自分が深めたい分野とかについての教科書とか教材とか買ったりすることができて、今後の勉強の環境とか整えられるので、すごくありがたいと思ってます。将来はどのようなところを目指してますか？将来はまだ決めてはないんですけど、目標としては、周りの人を気遣いできる看護師になりたいと思ってます。なお、四国医療専門学校では今月7日から分散登校、学年による時差登校、遠隔授業を併用しながら授業を再開していますが、学生生活給付金などを通じて学びの場を提供したいとしています。